パワークエリ学べますか？ですね、まだね、このコンテンツは開発してないですね。そうですよね。パワークエリが最近出てきたんで、皆さん多分 Excel Pro シリーズの中に内包を期待してると思うんですけど、パワークエリの講座はまた別途今作っている最中なので、プロシリーズはごめんなさい、僕が当時ね、2017年ぐらい会社を辞めて、その時までに現場で求められていた知識を全部集約したサービスなので、まだパワークエリ、世の中そんな浸透しなかったんですね。で、今でこそ僕は普通に触りますけど、実務のベストプラクティスを今集めて、それをこう講座に落とし込んでる最中なので、それが完成したらまた皆さんにご報告差し上げます。今のところパワークエリは入ってないです。あ、ちなみにね、パワークエリ以外にじゃどんなコンテンツあるのっていう話ですよね、気になるの。ちょっと簡単にお見せしてもいいですか？関数とかショートカットとか多分皆さんがピンとくるのはもちろんあるんですけど、今回その講座リニューアルするみたいな話だったじゃないですか。で、僕なんか星取り表みたいな感じでまとめたんですよ。結局何がどう違うんだっけみたいな。まあ、それこそ Excel でまとめてるんですけど。まずこれ、リニューアル後の Excel Pro の姿です。ゴールドコースがこのマスターコースっていうのになります。一方で、ゴールドコースに含まれていたマクロ系のコンテンツがこの VBA コース。で、マクロ以外のコンテンツがビジネスコースっていうのに内包されます。で、その中で、じゃあ YouTube との差分とか、そもそも Excel Pro の中で何、パワークエリとかって教えてないんですかみたいなところが今ここに書かれていて、ですね、関数とか各種機能、ね、パワークエリはここ入ってないですよ、残念ながら。ショートカット、データ分析が結構細かくね、Excel Pro では取り扱ってます。あと、グラフのビジュアルのところもめちゃめちゃ細かくやってますね。ここもかなりの大きな差分です。で、その他のテクニックっていうふうになんかまとめちゃってますけど、かなりこう細かい論点やってるんですよね。ので、大枠つかむにはもう YouTube のここで十分だと思っていて、個人としても。ただやっぱり細かいところまでやりたい人は、ぜひ考えてねっていうふうな話ですかね。で、VBA のコースに関しても、まあもちろんね、マクロが学べますよっていうふうな話で。実はそのリニューアル後は、マクロのですね、チャプターが5チャプターあるんで、5個ですね、自動プログラムを皆さんに作っていただく形になりますね。実務でよく出てくるような、お題を渡して、最後はファンクションプロシージャーを使いながら対話型のプログラムを作りましょうみたいな話を課題として与えていたり、それをですね、こう動画で手取り足取り一緒に進めていくみたいなスタイルなので、全員ができるようになると思うんですけど、ちゃんと見れば。5つのね、実務課題をお題に皆さんにお渡しします。で、まあ、マスターコースは、それらが全部入ったコースになるかなと思いますね。もう自動的にこのマスターコースに切り替わるっていうふうな形になるので、今のうちがいいですよっていうふうな話になってました。ありがとうございます。頑張ってください。ね、決して安い投資じゃないんで、皆さんの期待に応えられるようなものをちゃんと作ったつもりですので、頑張っていきましょう。マイクロソフト MVP が選んだ厳選 Excel ショートカット。概要欄の URL から無料で PDF ダウンロードできます。自分の武器を手にしましょう。